通れた。普通に通れたし。普通に通れた。ナンバーやばい。もう帰ってきたよ。もう帰ってきて。貧乏で待ち時間でしょ。タイムリミットでしょ。リスナーさんちゃんとしてマジで。ちゃんとして。ちゃんとアイテム、ちゃんと課金、ちゃんとコメントして。うん。こっち配信してんだわ。ねえ。マジで。こっちちゃんと配信してんだからね。ちゃんとリスナーして。ちゃんとコメントして。ちゃんと、コメント打ってちゃんと課金アイテム投げてちゃんとして、うん、こっちちゃんと配信してんだわ。簿記もねボランティアでやってるわけじゃないね。簿記もねボランティアで配信やってんじゃねえんだわ。マジでちゃんとリスナーして。マジでちゃんとリスナーして。なんなんちゃんとリスナーしての意味がわからんねんけど。ふわっちゃったらな、課金アイテム出られんねんけどな。え ?4 人もおんねやろ、リスナーやん。君たちリスナーなんだから、ね、あの俺を囲わないと。君たちが囲わないといつまでたっても俺有名人になれないよ。いつまでたっても中堅にすらなれないよ。ただの傘主やで、こんなんマジで。ええの?傘主でええの?君ら傘主のリスナーでええの?ちゃんとリスナーして、ちゃんと広めて。ちょ、マジで。ちゃんとリスナー呼んできて、もっと。ララさんおっぱこしよう。ララさんとおっぱこすればよかったな。ララさんなんで結婚してもらえんのな。ララさん結婚する前におっぱこしてもよかったな。ララさん行けよ。絶対ララさん俺に惚れてたやろ。いやね、ララタンは絶対俺に惚れてたやろ。ララタンやったらいけたやろ。マイメロちゃんも最近来てくれへんしな。口だけ愛人のマイメロちゃんも来てくれへんなったしな。マジで口だけ愛人やで。コメントでは愛人言うけど一回もやらせてくれへんで。え?なあエルマル。いやデブマルちゃん、デブマルちゃんええねんけど、相手してくれへんもん、デブマルちゃん。デブマルちゃん相手してくれへん、この間。これで例えば100円だった。死んだ。中尾は行きたくないな、できたら。できたら中尾は行きたくないな。100均でおつまみとチューハイ買って帰ろうか。いた。100均でおつまみとチューハイ買って。たんたんたよし。行くよしたよし。やっぱ店で食うたらタコつくな。いくらあれでも店で食うたらタコつくな。店で食うたらタコつくわ。2500円やったわお前。100均でどんだけ飯食えろ思てんねん。ローソン100で2510円とお前どんだけ飯食えろ思てんねん。満腹5回ぐらい通り越すわ。100均でもう2510円分も酒飲んで飯食うたら5回ぐらい満腹通り越すわ。アホかよね。マジで。タンタンタよし。行くよしたよし。デブマルちゃんやらしてくれへんかな、マジで。デブマルちゃんやらしてくれへんかな。AF ちゃんもいらんわ。じゃあ、ふわっちで配信してるやつで、この子やりてえわと思うのに、デブマルちゃん以外に誰かおる?一人もいないんだけど、マジで。一人もいないわ。誰もしたくないわ。あ、クルちゃん。あ、クルちゃんはいいかもしれない。あと、丸顔ミンちゃんもいいな。ミンちゃんとクルちゃんと、そんなんはどうでもええねん。そんなんはどうでもええねんけど。
みんちゃんとくるちゃんとデブマリちゃん以外に誰か他にこのお姉ちゃんやりてえわって思う女おれへんやろ。ブスかババアしかおれへんやん。デブスかババアしかおれへんやん。フワッチなんか、キャスは知らん、なんか可愛い子いっぱいおるけど、フワッチってお前カスしかおれへんやマジで。なんなあのデブスの気持ち悪いやつらの集団、まともなやつ一人もいないんだけど、マジでこのお姉ちゃんやりてえわと思う一人もいないんだけど、マジでマジで。ちょっと黙ってくれる。せえ、ファッチおかしいやろマジで。ちょ、今からちょローソン100であのお酒とおつまみ買うから、ちょっと黙っといてくれる。ちょっと黙っといてくれる。ちょっと黙っといてな。ちょっと黙っといてな。ジャリンコジャマでも止めんな。マジだ。よいしょ。叫べへんわ。弁当食いたなってきたな。弁当食いた。なんか弁当の方がおま美味しいように見えてきた。冷麺って。惣菜がないのよな、ここな。100円じゃないよ、あれ300円やないよ。とりあえずパインと桃とグレープぐらいにしとこうか。2つあっていけるかな。ビール飲んで酔ってるからな今日。まだ家に待ってな気するけど、足らんかったら嫌やから、もう一個こうとこうか。グレープフルーツと。で、こっからつまみやな。つまみ何するかやな。ちょ。じゃあ、あれがあったやねんけどな。缶詰買わへんで、別に。缶詰なんか買えへんわ。あおかい。缶詰なんか買えへんわ。何ちゃいますか。缶詰なんか買わないっすよ。缶詰うまいのある。100円で唐揚げとかあんで。イワシ、サバ、カレー。ああ。じゃあ、あの漫談言ってるの600円ぐらいするが、あの貝の缶詰とか牡蠣の缶詰とか食いたいけど、あんまええのないやろ。サバの味付き丼200円、これマジか。水につくねもあんで。あれはあれよ、あの猫缶やで、ね、あれ俺の缶詰じゃん。あれ猫の缶詰、あれ俺の缶詰じゃない。猫の缶詰やん。ちょ、弁当にしておかずご飯残してんじゃん。唐揚げいっぱいあるやん。タルタルあるやん。タルこれにしてんじゃん。チキンカツ南蛮タルタルにしたいんじゃん。こっちの方がでかい。これにしようか。これにしといて。よいしょ。はぁ、あ、なんかおかずやな。おかずどうする。おかずどうする。おかずよ。サンドイッチおかずなれへんやん。メンマ、豚汁、あ豚バラ炭火焼き、あ、こんなんあんで、ウインナーと、なんか、これでも300円もしやがる、たっけ。これなん200円、砂肝焼き、あー、微妙やな。何鶏の炭火焼き、190円、炭火焼きチキンステーキ、あー、豚角煮、あー、微妙やな。どれもこれも微妙やな。何これ。コテッチャン、コテッチャン220円。クローズタレ肉団子190円。
牛カルビ焼きあるやん。これいくら？これ230円。これいいな。これにしようか。牛カルビ。これコテッチャン。コテッチャン220円。コテッチャンいいな。もうあんまり買いすぎたわ。余るやろ。じゃあおやつないねんけど。おやつはないねんけど。嫁帰ってくるよ。買いすぎてもありやし、これぐらいにしとこうか。もうお金使いすぎや、今日。今日お金使いすぎやね。マジで。今日はお金使いすぎやね。お前らなんぼほど金使わすねん、俺に。見つけよ。課金アイテムよこせよ。マジで。いてて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 。コロッケ一個ずつもらっていいですか。はい、温めますか。あ、もうレンジ家でします。はい。別のものを入れといた方がいい。あ、もう全部一緒ですよ。はい。ポイントカードをスキャンしておきますか。お願いします。258円。あ、ソースお願いします。はい。全部袋一緒で大丈夫。あ、もう全然いいっすよ。はい。もうすぐそこなんで、はい。今仕事の帰り夜勤明けで立ち読み寄って帰ってきたら、この倍払ったんですけど、多分こんなにも食えなかったと思う。あ、そうなんだ。絶対こっちの方が安上がりますよね。失敗したわ。ちょっと、はい、はい、ちょっと気良くなっていろいろ頼んだら2500円言われて、マジか、絶対ローソン100の方がリーズナブルやわ。また今日嫁に怒られるわ、これ。あんたどんだけ使ってんの。ありがとうございます。ありがとう。どうも、はい、どうも。聞いてる、君ら。君らほんで聞いてる？今の俺らのトロピカルトーク聞いてた？君たち。ねえ。立ち飲みでもないけど、居酒屋で2500円一人で食うのと、ねえ。君や。君らや。リスナーちゃんとして。リスナーさんたち、何言おうの今、3万人ぐらい。ちょっとコメント流れすぎひんのじゃあ、僕はリスナーの数にしては。え？チャットって何？
チャットって何？チャットって何？え、YouTube ライブの方がいいの？ YouTube ライブするで。YouTube ライブしてスパチャくれる？マジで。YouTube ライブした方が閲覧多いんかな？え、キャスト YouTube ライブと俺どっちが閲覧多いの？そんな変わらんのんちゃん。いや、スパチャはさ、金やらしいやん、あれ。1500円のスパチャをいただきました、みたいな。直球勝負やん、あんな。やらしいやん。金額もろ出るやん。せめて、フワッチでさえも、なんか花火でした、大花火でした、大花火が上がりましたとか、そんなんで、ちょっと、変化球遠回しやけど、スパチャって1500円投げました。金額直球かよみたいな。やばない YouTube ライブ閲覧あんの？猫 T チャンネル、嫁 T チャンネルでのチャンネル登録100人いったから、嫁 T チャンネルもチャンネル登録1000人していい？100人達成記念で1000人にしていい？うちからチャンネル登録者数流していい？お前ら全員なんでや、なんでドコモのコールセンター行くね。なんでドコモ、この間この子で100円ラッキーやってんけど、ないな今日は。ほんの2、3日前の話、100円ラッキーやってんけど。タンタンタヨシ、行くよしタヨシ。明日昼からキャリコンやから、久しぶりなきゃね。もう半年以上してへんから、俺も何したいか覚えてないねんけど。とりあえずハンコ持って行ったらええねんの。ハンコ持って行って紙にチャチャチャと書いたらええねん。うん、よろしいんちゃいまっかーって書いたらええねん。そこでもやってるつもりなかったんけど、いきなり依頼が来て、依頼が来たからさ、いつでもいいっすよみたいな。なんか来てるぜ、荷物いっぱい来てるで。いえ、貝塚、貝塚、大阪の天南の沖縄やったら喜んでいくけど、沖縄はもうもう誰やねん、3階でまたやるんだよ。いい加減にせえや、マジで。クソガキとママが降りてくるわ。ちょっとママ撮影しろか、ママ。チャレンジして初飲み食うて、こんにちは。わっかいママやな、わっかいママ、わっかいママやらしいな、わっかいママやらしいな。旦那と最近ないんちゃうの、ママ、ママ、ママ。東大阪じゃないよ、貝塚って言ってるでしょ。貝塚、東大阪じゃないです、貝塚です。戦難って言いましたよ、僕。難民？どういうこと？難民？どういうこと？難民？よし。帰ってきたよ。長い旅路から帰ってきたで。ねえ、16時間労働からやっと帰ってきたで。ほんま。キャットタワー作ったんかな？あ、これ閉めたらあかんね。嫁帰ってくるんで。嫁帰ってくるから、これ閉めたらあかんねん。タンタンタ。まだできてないやん、キャットタワー。できてんのかな？できてないな。電波切れへんなった？うん。来てんのに、キャットタワーの部品来てんのに、まだできてないで。よし。さあ。帰ってきたで。ちょ、おしっこ行ってくるわ。おしっこ。おしっこ行ってくるわ。
したアビちゃんはどこ行った？見た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 釣れないのクマさん。よいしょ。ケティタン。